こんにちは、おひとりさまゆるゆるです。ベトナムホーチミンの女一人旅、今回の動画ではマジェスティックホテルの様子をお届けします。ロビーを入ると縁起物の黄色い梅と呼ばれるホアマイの花、左手がお世話になったフロントです。このマジェスティックホテルは1925年創業の5つ星老舗ホテルです。高い天井にも格式を感じることができます。シャンデリアやステンドグラスにため息が出てしまいます。歴史を感じる絵画や写真がたくさん飾られています。ぐるりと見てみましょう。クラシックなソファー、美味しそうなケーキが並んでいます。ラウンジでコーヒーやケーキをいただけます。マジェスティックホテルオリジナルの品も販売されています。こちらはダイヤモンドラウンジです。狭い廊下と階段を進むとプールに出ました。もう遅い時間だったので照明が消えていました。明るい時間のプールです。少し隠れ家的な素敵なプールです。プールとスパはつながっています。こちらのスパでは最高に気持ちいいエステを受けました。素敵な螺旋階段を発見しました。下にはグランドピアノが見えます。螺旋階段を降りてみます。
壁に映る影まで素敵です。下から覗くとこんな感じ。とても小さなガラス張りのエレベーターです。建物の階数の数え方はヨーロッパ式です。私の部屋は2階表示ですが、日本式だと3階になります。絨毯の柄もクラシックで素敵です。部屋に入る前にまた素敵な階段を見つけてしまいました。天井は間接照明でブルーに照らされています。さあ、この辺でお部屋にご案内しましょう。ホテルが描かれたカードキーを使います。これまたクラシックなカード差し込み口です。重厚でエレガントなお部屋。ヘリングボーン模様の無垢のフローリング。フランス植民地時代に残されたコロニアル様式のお部屋です。歴史を感じる無垢の素材を使った衣装。重厚かつ高級な雰囲気です。クローゼットにはバスローブ、スリッパ、傘、ブラシ。パジャマはないので持参してください。刺繍入りのランドリーバッグです。下にはセーフティーボックス。そして刺繍入りの袋に入ったドライヤーがありました。ウェルカムフルーツはみかん、リンゴ、ドラゴンフルーツ。ベッドスローの畳み方もおしゃれです。そしてお花、テンション上がります。ベッドルームの向こうにデスクとバスルーム。左手のおつまみとワインは有料。コーヒー、紅茶は無料です。
隣が広いバスルーム。素敵な織りのタオルです。ミネラルウォーターは毎日2本補充してくださいます。浴室の壁にもマジェスティックの模様タイル。お湯の出もシャワーの勢いもとても良かったです。メイク時に嬉しい拡大鏡もあります。ベッドサイドにはクラシックな電話。折り上げ天井にクラシックな照明です。窓からはサイゴン川が見えます。朝食は5階のレストランでいただきます。サイゴン川沿いです。奥のテラスでいただきたいと思います。朝一番で来たので特等席が空いていました。お料理はバイキングで提供されます。新鮮なお野菜に生春巻き。ドレッシングやトッピングも豊富です。お茶の種類も豊富です。フレッシュジュースはスイカ、グアバ、オレンジ。コーヒーはアメリカンとベトナムコーヒー。お料理は洋食からベトナム料理まで揃っています。ベトナムはパンもとても美味しいです。こちらには温かいお料理が並んでいます。フルーツもいろいろあって美味しかったです。スイーツもたくさんあります。一番下にあったこのベトナムヨーグルト美味しかったです。少しですが和食コーナーもありました。お味噌汁とご飯もあります。
朝日がとても綺麗です。サンライズの中でいただく朝ごはん、ぜひ日の出の時刻に合わせて行ってみてください。最高の時間を過ごすことができます。こちらはライブクッキングのコーナーです。フォーと卵料理をいただけます。フォーは2種類あって日替わりでした。今まで食べた中で一番美味しいと思えるフォーでした。トッピングもいろいろ揃っています。ベトナムコーヒーとベトナムヨーグルトをいただきました。そしてフルーツ、ごちそうさまでした。朝食2日目。この日はオムレツをいただきました。朝からケーキもいただいちゃいました。朝食3日目。今朝は鶏肉団子のフォーです。ライムを絞って食べるととても美味しいです。今が季節の牛丸がありました。ベトナムではフルーツにスパイス入りの塩をつけて食べるそうです。牛丸はライチみたいで大きな黒い種があります。夜は最上階のバーへ。とても有名な M バーです。こちらのエレベーターで行きます。最上階にある M バー、生バンドも入っています。サイゴン川の夜景を楽しめます。残念ながら私は全然飲めないのでジンジャーエール。少しだけナイトライフの気分を味わいました。ベトナムホーチミンのマジェスティックホテル、
いかがだったでしょうか。最後までご視聴ありがとうございました。おひとりさまゆるゆるはシニアの私が撮影から編集まですべて一人でやっています。登録、いいねボタンよろしくお願いします。とっても励みになっています。ではまたお会いしましょう。次の動画ではバイクに乗ってホーチミンの観光名所を巡ります。初めてアオザイも来ました。